はいどうも、キムチャンズのあやかです。この番組結構年末から待ってました。はい、エンチームの冠番組に、BE:FIRST 先輩が出るということで、 BE:FIRST 先輩ね、とうとうそういう風に呼ばれる時が来たなっていうね、そういうフェーズに来たんだなっていうのが分かりますね。なんかそういう世界が来るだろうっていうのを、まあ、2022年に思っていたわけですけれども、エンチームとBE:FIRSTっていうのがちょっとね、今のところまだなんかどんな感じなのかなみたいな、なんかあんまりこう想像がつかないから、それがちょっと、はい、楽しみでございます。ということで、どんな感じの番組かっていうのは実は私初めて見ますね。なのでちょっとつかめてないんですけれども、まあ、見ながらつかんでいこうかなと思っています。いきます、スタート。先輩もドキドキしてるってあ、本人たちもどういうテンションでいけばいいって悩んでるんだねじゃあ見る方もちょっと緊張するわ両方さん、さすが、ソウタさんとリョウキさん。あ、練習中に突入していくんや。それは、緊張。おー、いった。さすが、リョウキさん。いったよ。緊張してるね。じゃあ、この時にあのコラボのダンスのやつ、TikTok で出してくれたんかな。テレビで見てました急な英語英語対英語あ、リュウちゃん見てたんや。最近ごめん、リュウちゃんって言っちゃうんです。なんでやろ。お、レオくんとユーマさん、あ、知り合い。それってすごない？前から知ってて今共演って。嬉しいよね。感慨深い。オーディション出身。もう基本そうなってるよね、グループって今。同世代、仲良し大作戦。なるほど、もうちょっと知り合っていこうと。いいですね、平和で。なんか他校との交流会みたいな感じだね。風磨さん、レオくんとジュロンくんと同い年。あ、24歳。マキさん、英語が時々出てしまう、かっこいいやん。ハルアさん、毎日ブレイズか、素晴らしい。絶対間違いない。あ、ケイ君コーヒー好きなんや。私もカフェ好きやからちょっと嬉しいね。自己紹介ね、先輩たちからも自己紹介。そらそうやんな、そらそうやんな。時々英語が出てしまう料金です。あ、そうか、リュウヘイさん高校生か。元が大人っぽすぎて違和感がない。右うつ伏せで寝ます。笑かしに来るね、BE:FIRST。飛躍せえへん、いいなって美意識高いな、みんな。あー、なるほど。みんなはちょっと喋りが埋まらっちゃって、先輩扱いがやばいね来たよ、ダンスチャレンジ来たよ。あー、ニキ君、
コラボしてたんや。おお、サムさん、なるほどなるほど。へえ、見れんねや。うん、シャイニングワン。へえ、見れんねよ。なれるんじゃない？気持ちがちょっとは分かり合えるというか。あ、ソータさんが指導。涼希先輩の衣装すごい。難しそう。グループごとにほら特徴が違うじゃない、ダンスのこのなんか立ち方とかがなんか、うん、なんか BE:FIRST っぽいよね。 BMSG っぽい、男らしいっていうか、やっぱちょっと K-POP 系とちょっと違うから、ダンスの振りが。あーすごいのみんな綺麗。やっぱなんか違うねんな、ニュアンスがいいね。これはこれで、あそうだし、タキ君を見てしまったな。よかった。B セカンド、リョウキさん泣いちゃうよ。もうテレビやね。堂々としてたね。お、コラボ。なんせ覚えるのが早いね、これは。へえ。これはいいな、一体感あるんじゃない。めっちゃ楽しい。お、このバージョンどっかでやりたい。こういう一言がなんかね、仕事につながるからね、こういう業界は。親睦会。なんかみんないい子たちの集まりが、ほんわかしてるわ。え、ガツやん。ガツやん。ガチやん。ピザのデリバリー。グループ1優しい男れよ。ほんまにやるんや、レオさん。ほんまに。やります。大変やね。かわいいねんけど、レオくんもお兄ちゃんみたい。めっちゃ緊張するやん、みんな。まあでもカメラ回っててデリバリーってちょっと緊張する。あ、そっか、日本、そっかそっか。ニコラス頑張れ。いや緊張するわ。受けてる方絶対、え、 N チームと BE:FIRST ってなってるよな。知ってれば、なんか声のテンションがすごい、はーいみたいな。ニコラさんすごい。いやー、外国語でテレ、あの電話したりとか注文するの大変やもんな。すごい飾り付け。私こういうのがまさかテレビで見れると思ってなかった。踊っちゃってるやん。曲選びチーム。結構いけいけ。目がギンギン。おもろ。やっぱあれやね、あの、そうね、だからどうしても有名になられる方たちってテレビに出ると思いますので、そのテレビでの
振る舞い方が分かってるりょうきさんとかは強いね。本当に心強いと思う。みんなよかったとか振ってくれてよかったみたいな感じだと思うな。買い出し人見知り最年少コンビ、あ、たきくんとりゅうくん喋れるの可愛いねんけど、だいぶ可愛い可愛い質問が真面目。そうやな、りゅうへいさん K-POP めちゃ影響を受けていらっしゃるもんね。たけくん美しくなってきたね。なんかかっこいい可愛いところから美しさも入ってきたというか。いやそらそうやんだ。何屋さん、あ、ケーキ。へえ、またみんな行くんちゃうんこれ。うわすごい、17枚、大変。あ、リフェイさんの声が好き。わかるわかる。私も。声があり、うん。の割にめっちゃ分かってんな、やっぱ。うん。こっからうんって抜けるのが難しいんやろね、こう。声があり中って。おー、もっと本格的にコラボしたいと。いや、それはお互いしたいんじゃない？楽しいやん。横のつながり大事。りょうきが絶好調。いやもうりょうきさんはもう頼もしいんですよ。あ、マラトさん来たよ。マラトさん早っ。りょうきさん勢い余って、マラトさん早っし、でっか。どんな買いました？そうやな、気になるな。すごい人数。はるまくん突然。まあ甘いもの食べるときとかは水が一番いいよね、体的には。ああ、このシンプルなホットケーキ食べたい。ほんまにすごい、頭の回転が早い。もう男子校みたいになってきましたね。いい、さっきから思うけど、滝くんが言った相談相手っていうんですかね、グループ外であるっていうのはすごく大きいんじゃない？もし今後も喋れたらね。あ、フールだともっと見れんねや。終わりました。こう大きなステージがあるとかではなくて、彼らの人間性が見れたりとか、パーソナリティの部分っていうんですかね、とか、うん、仲良くなる過程とかね、なんかそういうのが見れたのが、なかなか意外と地上波ではそういうのはあんまりないので、やっぱこう冠番組があることによってそれが見れるっていうのが大きかったということと、私の場合だったら演じ部の皆さんのことも、まあ、少しですけど知ることができたっていうことかな、が今回は良かったかなと思いました。あのもうこれはあの去年知ったことですけど、だいぶこのね、なんかライバルなんとか VS なんとか対決イエーイみたいなんじゃなくて、あの親睦会とかさあの仲良くなりましょうみたいな、そういうテーマでコラボすることが、まあ全部じゃないかもしれないけど、だいぶ増えてきたなとは思うので、そういうのもいいし、自分がそのボーイズグループっていうよりはテレビ界かなに求めてたやり方っていうのが、なんかちょっとずつ反映されているのがすごく見ていて、うん、嬉しいし、そしてそっちの方がやっぱり健康衛生上を見てる側もやけど、何よりやっていらっしゃる側が気持ちよく仕事がしやすいんじゃないかなって思うので、個人的にはこういう
なんていうのかな、常にね和やかじゃなくていいかもしれないけど、こういう息抜きのようなというか、彼らにとってもすごくあのリフレッシュになるような、で見てる側も癒されたりとか、いろんな気づきがある、あこういう人、この方ってこういう感じの性格なんやとかね、こういう発言されるんやとか、なんかそういうステージではわからない部分が見れる番組っていうのは、まあ、貴重だと思いますので、どんなグループもこういう風にこうなんていうのかな、ワンクールであってもいいかもしれないから、それでもいいからなんかこう、うん、パーソナルな部分が見れる番組が持てるといいのかな、交代で、ね、グループごとに交代で冠番組持つっていうのはものすごく大事なんやなって気づかされました。はい、テレビがあの得意な方ではない私からするとすごく、うん、そうですね、考えさせられるというか、あ重要なんやなっていうのがすごくわかる回でございました。はい、特にあの大きな、なんていうんですかね、テーマがあって今回見たわけではなくて、エンチームの皆さんがどんな感じかなっていうのと、 BE:FIRST の先輩が、 BE:FIRST 先輩がどういう風なあの絡みをされるのかちょっと気になったので見たっていう感じでしたけども、はい、すでにね私あの TikTok の方、この2グループがコラボするっていうのを聞きつけて、ちゃんと TikTok ずっと避けてきたけど登録して見たですね。で前にまあ動画も上げてるんですけど、なのでもうそれを堪能した後なので、よりなんかゆっくり見れてよかったなと思いました。はい、こんな感じですかね。ということで今回はエンチーム学園に出演されたエンチームの皆さん、もちろんねプラス BE:FIRST の皆さんの回を見させていただきました。ちょっと雑談系の動画になりましたけど、もし楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。